のフレーズの中で言葉のこう区切りがあるとき、それが例えばアクセントの位置でこう区切りがあったらすごく楽だしね、休符なんか入ってる楽だけど、そういうのこの歌ないから、本当に上手に言葉をちゃんと言っていかないと、そのメロディーは合ってるんだけど言葉は何言ってるか分かんなくなっちゃうっていうところあるから、ちょっと気をつけてね、一緒に。最初の言葉はいつもだからね、いつもって聞いて、いつものいいです。いつも君と待ち続けた季節は何も言わず通り過ぎ、海を包み込んで、泣かないのなです、泣かないことを誓ったまま時は過ぎ、痛む心に気がつかずに一人になった記憶の中で、ずっと二人は生きてゆける、君の声が今も胸に響くよ、それは愛がさ、限界がどこまでかを知るために、僕は生きてるわけじゃない、だけどの歌です、だけど
うまいうまい、いいですね。で、特にこの歌なんかでは、あの記憶の中でずっと二人来るじゃない。そうすると記憶の中での中では記憶の中でになってるでしょ。今度は2番になってくる、この手伸ばしてになってくる。アクセントの位置は一緒だけども、言葉っていうのは1番と2番でちょっと区切り方が違う場合があるもんね。だから言葉で歌ってる人はいいんだけど、例えばこの歌はまあこの歌としてね、例えば1番2番3番とかってこういうふうにあるような歌があって、あ、じゃ あ, あの1番のメロディーさえ覚えとけば言葉数が合ってるわね、 1,2,3 が OK ねっつってこっちをあの覚えた、さあもう覚えたんだから OK と思って歌ってる、2番歌ってる、3番歌ってる、同じメロディーだから。だけど言葉は全部変わっていくでしょ、 1,2,3 って。それなのにそれ関係なくなっちゃうでしょ、メロディーで歌う人って。だからやっぱり言葉を相手に伝えようってしてる人は、1番なら1番の言葉の意味を、例えばもう変な話だけど1番は春 で2番は夏 で3番は冬なんです。1番で知り合って、さあ2番要するにここで夏で2人は恋に燃えましたなんて言っててね、3番は雪が降る頃別れましたなんて歌もあるのに、同じメロディーでやってるんだもん。その時に言葉で歌ってる人っていうのはその同じメロディーをその言葉で活かせる、言葉で活かせるんだけど、1番覚えたからって2番3番ったら言葉当てはめて歌ってる人もいるもん。そうするとやっぱり気持ちないままったら声出してるだけになっちゃう。そうするとやっぱり言葉が主役じゃないね、やっぱりメロディーが主役になっちゃった場合っていうのは1番だけ歌えばいいや、そういう人の歌って意外とね、あの 1,2,3 とこう歌ってもういいよ1番でと思うかもしれないよ。でも言葉を伝えのが上手な人が歌うと1番聴いて、あ2番も聴きたい3番も聴きたいになるのね。で特にこの歌はそういうね、区切りがね1番と2番全然違うから難しいですよ。じゃあもう一回ね、今度はお一人で。